はい、コラボ企画の対談です、今日はですね博多にやってまいりました、はい、お待ちかねの本当コメントでもリクエストが多くてですね、ありがとうございます、はい、お待ちかねの、島田啓太選手です、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あんまりあれですよね、こうじっくり話す機会がないというか、ね、そうですね、まあ、挨拶程度とか、はい、そうですね、あとはまあ松尾くんを挟んでちょっといろいろ話を聞いたりとか、ね、はいはいはい、ね、まあ本当に日本選手権の中でもファイナリストの中で、名古屋から西、うん、関西はいますけど、まあ、九州本当にポツンと一人で、こう島田啓太選手が出てきたっていう感じですよね。そうです、やっぱだからあれですか、こう九州を背負ってっていうのは最初はやっぱりこう、そうですね、その思い、しばらく出てないですしね、ファイナリストが、はい、そういう思いではありましたからね、はい、その福岡からっていうのにこだわりは強くありましたね。まあ、ちょっとこう若い頃からいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、トレーニングは今何年目ですか？19年。長いですね。そうなんですよ。あ、そんなやってるんですか？はい、今おいくつですか？35ですね。16歳。17か。あ、そう、今年、今月36になるんですけど。17からですか、はい、じゃあ僕らと一緒ぐらいですかね、うん、きっかけは、きっかけは、僕は2つ上に姉がいるんですけど、まあ、当時、はい、私は17歳で、うん、姉の当時の彼氏と腕相撲をやって、うん、で負けて、はい、それが悔しくて始めたのが、あ、そうなんですか、はい。どんなトレーニングを最初は？最初は、鉄アレ、10キロの鉄アレ2つ買って、まあ、あのダンベルカールと腕立て伏せと、はいはいはい、あの家のクローゼットにぶら下がって懸垂、はい、あ、僕と一緒ですね。ですか、僕10キロのダンベル1個だったんですけど、はい、2個じゃなくて1個でアームカール、プッシュアップ、懸垂、まあ、最初始まりは、あ、すごいですね、ちょっと嬉しかったです、まあ、いや、まあ、ありがとうございます。僕は貧乏なダンブル1個ダンブル1個でしたけど、いやいや、じゃあ家でそういうトレーニングをして、そうですね、最初それからスタートですね。でからジム行き出したのが、で、17から2年か3年ぐらい、まあ、自宅でやって、うん、で、19歳の時に、まあ、市営の体育館に通い出して、はいはいはい、まあ、器具を、うん、いや、マシンを使ってやり出したっていう感じです。どうですか、こう家で始めてからちゃんとこう思うように体は変わってきたというか。そうですね、最初、まあ、友達からも言われるようになって、まあ、自宅の段階でですね、でやっぱりその試合の大会に行き出して結構変わりだしたかなっていう、まあ、やる種目だったり、まあ、その重さを結構扱えるようになったんで、うん、はい、体は変化ありましたね。なんか部活とかやってたんですか？いや、中学校、高校、全く何もやってなくて、部活、はい。どんな生活をしてたんですか？もう学校終わって帰る、うん、と、あと、まあ、あの音楽が好きで、あ、ギターは結構あれですね。そうですね、自分で弾いたりもするんですか？そうですね、はい。でバンドとかもやってたんですか？そう、中学生の時にバンドとかやってて、で、まあ、自分たち歌とか作ってたんで、はいはい、でも学校終わったらバンド練習行くような感じでしたね、はいはいはい、でも運動とはもう無縁な少年時代、ちょっと細いイメージがありますね。もうめちゃくちゃガリガリでした。で高校時代もじゃあ、そうですね、その延長で、はい、じゃあまあ部活はそんなにやることもなく、なく、じゃあ外で遊ぶタイプでもなかったですね、あんまり。あ、でも田舎育ちなので外は好きでしたね、まあその自然は好きというか。この福岡の、あ、市内では、あ、福岡県なんですけど市内じゃなくてもっと田舎な町、自然豊かな。そうですね、あ、そうなんですね、本当自然の動物が、鹿とか道歩いてるみたいな、そんな感じの、はい、じゃああれですか、学校終わったら、はい、家帰って、はい、まあ、バンドとトレーニングと。そう、ですね、高校を私は中退しておりまして。そうなんですか、はい、なのでまあ、し、あ、17から仕事して、あ、17からも仕事してた。仕事してたんですよ、はい。何をしてた？年ごまかして車の、はい、あの工場に入社して、はい、法的には大丈夫ですか？そうですか、大丈夫です、あ、高校中退して、はい、で仕事始めて、はいはい、でもそうですね、仕事終わって自宅戻ってトレーニング、はい、トレーニングとか、その、はい、自宅でのトレーニングを繰り返す日々でしたね、永遠に。
ここは何ですか、なんかもう行きたくないなみたいな。そうですね、なんかあの多分性格的な問題なのか分かんないですけど、一つのことに集中しちゃうとそればっかりになっちゃって、でも当時遊びに集中しちゃって、はい、もうひたすら遊んで学校行かないみたいな。あで、そうですね、で遊びに飽きてトレーニング始めて、でもひたすらトレーニングみたいな感じ。遊びは何やつ、バイクとか。あ、バイク、そうですね、バイク好きでしたね。夜もう昼もトレーニングして、はい、はい、雨の日も乗ってみたいな面白いですね、そうですね、九州って感じですね面白いですね。それでじゃあまあ早々と結構早い年齢からもう、うんまあ、いわゆる就職して、そうそう、はいはい、しっかり自分で働いて、働いて、はい、でトレーニングしてって感じですね。そうですね、うん、大会とかは出ようと思ったのは何歳ぐらいで？そう、でまあ、市営の体育館に行きだして、で、まあ、体育館で出会った方に、はい、ボディービルの大会を誘われてですね、はいはい、でその時28歳もう28ですか。もう結構空きましたね。あ、そうですね、まあ、ずっと10年ぐらいはじゃ あそうですね、もうあれですか、コツコツとトレーニングを下積みで、はい、そうですね、で大会出ずに出ずに、そうなんですね、趣味、趣味、ただの趣味、うん、で、まあ、自己満の世界で、はい、でそのトレーニングって言っても上半身だけだったんですよ。うん、もうベンチプレスやったり、はい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 、バーベルカールやったり、はいはい、でラットプルダウンやったり、はいはいはい、でデッドリフトとかもやったことなかったし、はい、でそれこそスクワット、足の下半身のトレーニング全くやらずに、はいはい、でまあ、10年ぐらい市内体育館でトレーニングやって、はいはいはい、でそこで出会った方にボディービル大会誘っていただいて、はい、でそれが2013年のジャパンオープン、はい、でまあ、当時福岡県の北九州市で開催されたんですけど、はいはい、まあ、福岡県選手権とジャパンオープンの同時開催ですね、はいはい、でそれ行った時にですが始めたの。それはダブルエントリーで、あ、あの見に行っただけです。あ、見に行った、観戦で、はい、はいはいはい、観戦で、はいはい、でまあその試合の大会の中にもボディービル大会出てる方いたんで、はいはいはい、まあ、誘われてたんですけど、はいはい、まあ、自分的にはいやちょっとあのパンツ履けないっすみたいな、あ、当時、まあ、28で、おしゃれですもんね。いやいやいや、そんなことないですけど、僕らは最初から抵抗なく履けますけど、いやいやいや、なかなかね、いやで、そしかも下半身やってなかったっていうのもあって、いや僕が履いてもみたいな感じで、でずっと断ってて、じゃあ一回見に行ってみようよって言われて、でまあ行きますかって言って行って、はい、でまあ、福岡県選手権、まあ、大体地方大会が先にあるんですよ。そうですね、はいはい、で福岡の、大会見た時に、はい、やっぱボディービルダーの人ってすごいなっていう感覚だったんですよね、うん、まあ、自分が10年トレーニングやってたんですけど、うん、まあ、トレーニング愛好家の自分とは競技やってる方は全く違うんだなっていう感覚、はいはい、で福岡県選手権終わって、でジャパンオープンの選手が出てきた時にちょっとこれすげえなと思って、あ、もうやっぱそうですね、ジャパンオープンになるとね、やっぱりもうちょっとレベルが、あとオーバーオールなんで、もう一気に出てくるんで、そうですよね、迫力がすごいですよね。っていうはすごい、であの、まあ、パンフレット見た時に、うん、だいたい、まあ、長くてトレーニング歴10年とかって方いて、はいはい、でもその時自分も10年ぐらいやってて、はいはい、同じ10年でこんなに違うんだと思って、うんうん、でジャパンオープン終わって、はい、最後に、まあ、その時ゲスト、はい、まあ、あの鈴木雅史さんで出ましたね、出ましたね、雅史さん、はい、でやったんですけど、で2013年のジャパンオープンなんで日本選手権も2連覇してる時ですね、はいはいはい、で最後ゲスト出てきた時にもうびっくりして、はい、人間の体こんなになるんだと思って、でやっぱそのずっと田舎育ちだったんで、はい、やっぱり周りの目っていうんですかね、はい、トレーニングそんなにやってどうなりたいのって言われるのすごく多かったんですよね。でなんか自分的にはそれがなんですかね、こううまく返答ができない、まあ、ただ好きでやってるのにいいじゃんっていう感じだったんですけど、まあ目的もないし、まあ、トレーニング続けたところでどうなんだ、まあ、言い方悪いけど使えない筋肉っていう表現されるじゃないですか。で鈴木さん見た時にこれなんだと思ったんですよね。そのなんですかね、人間の体を見て、まあ、言ったらビルパン1枚じゃないですか。でそれがなんかもう究極の、あの洗練された体 で見てる人に感動を与えて、でその芸術性があるで、そのどんくらいかな、2分3分ぐらいだと思うんですか、フリーポーズが。でその3分間がなんかすごい、なんていうんですかね、なんか映画を見てるような感覚で、だからなんかこんなに人に感動を与えれるんだったら自分もやってみたい、あ、なるほどね、っていうのが最初にスッと入ってきたんですよね。でその後ずっと考えてたんですけど、何をやったらああなれるのかなと思ったんですよね。まあ自分もトレーニングそれなりに、それなりにっていうか、まあ全然上半身だけなんですけど、
まあ、自分なりにやってきたのとやっぱ競技出てる方たちの違いは何なのかなっていうことはもう自分がそのステージを目指さなければわからないと思って、はいはいはい、でそれで2013年かに来年出ようと思ってのがきっかけです、はいはい、出るきっかけはそのジャパンオープンそれから鈴木選手のゲストを見て、ね、そうですねスイッチが入ったのはいその時ジャパンオープンは誰が優勝されました、小松慎吾さん。ああ小松くんね。でも小松くんもそう僕と同い年で、はい、当時同い年ではすっげえ輝いてるなと思って、はいはいはい、っていうのもなるほどありましたね。で1年後に、大会ということで、そうですね。そこからはなんかだいぶ変わったんですかトレーニングも。まず足のトレーニング。そこまで足ゼロですか。ゼロです。すごいですね。全くのゼロでしたね。へえ。はい。僕もトレーニングを始めて3年間は全くやってなかったんですけど、さすがにでも3年ぐらいですもんね。もう10年ぐらいやってないです、ね、そうですね、はい、割り切ってましたね。まさか足はこうあれですか、もともとこうなんかそんなに太くすることに対するこうあれですか、あんまり魅力がなかったですか。そうですね、なんかズボン履くから見えないじゃんっていう単純な、まあ確かに僕もそうでしたね、はい、うん、やっぱ上半身は半袖になるね、夏は腕とか胸とか、はい、ですよね。そうですね、そこからじゃあ足トレを始めて、はい、そうですね、足トレ始めて、で、あと、まあ、JBBF に出たかったんで、はい、まあ、あの加盟ジム、JBBF、はいはい、連盟に加盟してるジムに所属っていうので、はいはい、で、CA の体育館から個人ジムに所属して、はいはいはい、で、そうですね、それから1年間やった感じですね、はい、で、2014年14年、はい、にデビュー出たのが、大会は九州ですか。その時、ですね、大会スケジュールの日程が西日本選手権が一発目だったんですよ。あ、それ大阪のやつだ。大阪じゃないですか。あの時大分ですね、大分県。大分ですか。はい。なんでデビュー戦が西日本選手権でした。あ、そうなんですね。はい。それないでしょ。が4位ですね。4位でしょ。はい。で、その年は他は。で2週間後に福岡。うん、で1週間後九州、はい、で1ヶ月後に九州クラス別。その辺はどんな感じでした。福岡優勝させていただいて。福岡もじゃあいきなり優勝したんですね、はい、そうですね、はい、あと九州優勝と九州クラス別優勝とオーバーオール優勝。あ、じゃあもう西日本以外は全部優勝した。あ、そうですね、その年は。はい、その時西日本はチャンピオンは猿山さんですね、大阪の。はい、2位が松尾耕作さんでした。あ、松尾耕作。はい、なるほど。そうですね、僕大阪で初めて見たんですよ、大阪の西日本。あ、それはが優勝した時ですか。15年ですか。15年です、はい、6年前か。そうですね。なんか松尾くんの応援で行ったんですけど、ああ、はいはい、もうどう見ても優勝じゃんって思って。ああ、本当ですか。もう出てきた瞬間、僕はね。あ、ありがとうございます。でも一応松尾くんには、うん、いいところだぞ。おめ気持ち今泣かないでいい話。気持ちいい、気持ちいいよ。はい、言ってました。奥さんも美恵子さんも違って、はい、いいね、まっちゃん。まあでも島田選手は優勝だなちょっと。いや、すごいインパクトでしたね。 ありがとうございます。なんかどうですかね、一時あの前世紀の矢野さん、わかりますか。あ、はい、矢野義弘さんのなんかこうちょっとこう思い浮かばせるようなこうなんかインパクト、リラックスポーズからもうこうすごいこう腹筋のこのバキバキの割れた感じとか胸の後こうすごいこう強あのインパクトが強かったですね。リラックスポーズとかから特に前面のポーズやっぱ得意ですよね。あ、そうですね、前は、はい、もうすごいインパクトありましたね、うん、あれと年は西日本優勝して、で2015はその西日本1本しか出なくてですね、はい、そこからちょっと休んでました。そうですね、で、16年17年、まあ、16年はそれから全国行こうと思って、で、まあ、日本クラス別とジャパンオープンを考えてエントリーまでしてたんですけど、肩が怪我してしまって、ね、はい、でトレーニング全くできなくなって、はいはい、でまあエントリーしてたんですけど、うん、欠場して、あ、そうなんですね、はい、で16年17年はお休みはしました、ね、じゃあ3年空いたんですか。ん、2年か。あ、2年空いたですね、はい、2年空いて2018年にまた復帰っていう感じで、でジャパンオープンは、ジャパンオープン、はい、
出て予選落ちで、それどうしたんですか？これ普通に言ったら予選落ちしないですよね。僕もそう思ったんですよ。予選落ち、まあもちろん、まあ行く、まあ、負けるつもりではいかないんで、うん、調子悪かったんですか？いや、まあ、甘かったのは甘かったです。甘かったんですか？はい、でやっぱ2年間空いてて、うん、多分客観的にまず自分の体を見れなかった。あ、なるほど。調整の間に、はいはいはい、で、まあそのこれはすごい一緒に出た選手失礼なんですけど、うん、一時ピック、一時審査の時に、うん、ノーパンプで出たんですよ、はい、であれって1時、あ、2時やって決勝じゃないですか、うん、だから今かパンプしたら持たないかなと思って、うん、で何もせずに出てっていうところでは多分差が出たのかなという、うん、まあ一時はさすがに通りましたよね。一時予選は一時で落ちたんですか？そう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 、ピックアップで呼ばれて。そうです、はい。ああ、あのあれですね、ピックアップで落ちたってこと？あ、そう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 、はいはい、二時ピックアップ2回やったわけじゃないですよね。あ、そうですね。あ、そうですね、そうそう、はい、なるほど。ああ、じゃあもう最初のファーストコールの時にパンパンに刺していこうっていう。そう、そうなんですよ。はい、はい。じゃあ、もう、ああ、なるほど、はい。そうですよね。もう当然なんですよ。今考えれば。名前もないし。ああ、そうですね。はい。で、その、言ってしまえば、やっぱ常連のベテランの方たちがいるじゃないですか。で、僕、バックステージ見てて、なんでみんなそんなにパンプしてんだろうと思ってたんですよ。はい、その、まあ、通るじゃないですか。はい、この言い方してあれですけど。はい、でも、今ここで全力出すのかなみたいな感じだったんですけど。はい、その時はそうですね。で、今考えればやっぱり予選でもステージに出た瞬間から審査員の方たち見てるんで、うん、そうですね。ですよね。で、そのインパクトをつけられなかったの、うん、やっぱり理想はいきなり出た時のインパクトをそのまま、そうですよね、比較審査の時もキープできるとやっぱ一番いいですけどね。そうですね、うん、なるほど。じゃあそういうちょっと失敗もあって、はい、そうですね。で、次の年、あ、で、その時ジャパンオープン2018年に出て、で1週間後に日本クラス別だったんですよ、はい、で日本クラス別もう75キロでエントリーしてて、でそうジャパンオープン予選落ちたことがすっごいショックで、はい、あ、もう通用しないのかなって思ったんですよね。その今まで地方大会でやってきて、はいはいはい、今年から全国ってなった、うんうん、でも、まあ、自分はその鈴木雅史を見た時にそのステージに立ちたいって思ったのが日本選手権のステージに立ちたいと思ったんですよね、うん。で今ジャパンオープン その予選で落ちてるぐらいだったら日本選手権の決勝なんてもう絶対無理じゃんっていう自分の中で、でもあダメなのかなと思ってて、でも来週日本クラス別エントリーしてるし、うん、どうしようかなって思いながら落ちて込んでたんですけど、まあ、その時周りの仲間が支えてくれて、で1.3 キロぐらい絞ったんですよ、うん、1週間で、1週間で、はい、で大会出てバックステージで、うん、あの郷選手が、うん、郷直樹選手が1週間で質感めちゃくちゃ変わったねって言ってくださって、でやっぱり絞らないとダメなんだっていう、うん、1週間で 1.3 もでもすごいですね。もう何やったんですか？月曜、まあ、日曜日大会だったんですけど、うん、あのジャパンオープンが、はいはい、で月曜日福岡戻ってきて、はい、もうそこからゼロカーボで、あ、ゼロカーボで仕事した、はい、で金曜日までカーボゼロだったんですよ、うん、で土曜金曜日の夜から土曜日にかけてカーボ入れて、はいはいはい、で日曜日また抜いて大会当日っていう感じで、でその時有酸素も入れて、自分まで有酸素入れたことなかったんですけど有酸素入れて、あとトレーニング毎日1週間やって、はいはい、っていう感じで過ごして、なるほど、ね、まあ、短期間だったんで良かったかもしれない、まあ、そうですね、1週間だけだったんで、はい、多分もう1週間ぐらい続くと逆にちょっと削れていっちゃうかな、そうですね、ですね、うん、なるほどね、じゃあ1週間でミラクルが起きて、それ、クラス別はでも3位でした。あ、3位です、はい、まあでも、うん、あれです、ね、まあ、前回の予選落ちに比べたみたいな感じ、うん、そうですね。で、日本選手権はそのまま出て10月、はい、で日本選手権は、2時で落ちたんですけど、はいはい、それが初めての日本選手権ですね、2018年が、まあ、でももう大会今聞いてるとほとんど全部言えるぐらいの数しかまだ出てないですもんね。はいはい、だから18年ちょっと3年前ですからね。年前ですね、去年実質大会ないんで、うん、まあ本当に2年前みたいな感じなんですよね。あ、そうですね。はい、で2019年がいよいよ、そうですね。はい。クラス別、クラス別優勝しました。そうですね。75キロ級優勝させていただいて、でジャパンオープンも、ジャパンオープンもうリベンジの年だと思って、はいはいはい、でそれも優勝させていただいて、はいはい、で日本選手権。日本選手権が、11位、はい、
すごいですね。結果、まあどうですか、自分の中ではこう順調ですか。まあどう、そうですね、まあ勉強には2018年で勉強にはなったんですけど、まああのまま駆け上がりたかったかなっていう思いは、そうですね、なんかその2013年のジャパンオープンで鈴木雅史さんを見た時に5年で日本選手権のファイナリストに残ろうっていう計画を立てたんですよね、うんうん、でも自分の中でちょっと逃げなんですけど16年と17年出てないんで、はいはいはい、まあそれを外せば14、15、18、19、はいはい、でまあ4年間で結局4年目でファイナリスト残れて、まあ言ったら今年勝負の年かなっていう感じはありますね、うんうん、なるほど、はい、という感じで、まあはい、日本の、ファイナリストへまでの道という感じですかね、はい、そうですね、はい、まあボディービルを目指すと決めて大会に出ると決めて、はい、足トレを始めて、はい、そこから先っていうのはもうやっぱりいろんなトレーニングこう試行錯誤はしてますか。あ、してますね、うん、でやっぱいつも一人でやってるんで、うん、その、まあ、筋肉を限界まで使うっていうところで、はい、うん、そのなんですかね、追い込み方っていうんですかね、うんまあ、レストポーズだったりドロップセットだったり、うんはいはいはい、でちょっと前からゴールドジムでやってるんで、はいはいはい、あのスーパーセットとかジャイアントセットとかできないんですけど、はいはいはい、そういう追い込み方をいろいろ試してはいました、ね、基本的には、追い込むっていうところを、はいまあ、目標というかそうですね、はい、にしてる感じですね、はい、重量とかはどういう感じで。で若い時はやっぱりその重いものを目指してたんですよね、うんうん、で今はそうですね、もう、まあ、一応追い込むっていう思いではやってるんですけど、その対象筋から負荷が逃げ出したら、はいまあ、分散疲れてきて分散してきたら、はい、もうそれは一回そこでストップ。ああそうなんですね、はい、なんか何が何でも上げるっていうのはもうやらなくなりましたね、うん、あもうじゃあ動きを止めちゃう感じですか。そうですね、今ドロップするとか。いやもうドロップもしないですね。はい、じゃあなんか効いてる感覚を常にこう安定して、そうですね、感じながらのいけるとこまで、いけるとこまで、うん、はい、なるほど。まああと怪我も結構してたんで、そういうところでもこう、そうですね、あんまりこうあれですか、追い込むのもこう、はい、なんかその怪我した時のなんですかね、その時間の過ごし方がすごいこう無駄じゃないけど、うん、そうですね、うん、やっぱり怪我せずに。継続的なトレーニング続けれるのが一番その体発達もいいかなという、うん、あと怪我して思ったのがやっぱ左右怪我が治った時に左右の効き方が変わってくる感じがするんですよね、うんはいはいはい、っていうのでもそのなんか自分の目指す体作りとはちょっとかけ離れてしまうかなという感じではありますね、うん、肩ってそうですね、結構痛めるともう胸にも腕のトレーニングでも背中でも影響してくるんで、そうですね、結構上半身全部バランスが悪くなりますよね、はい、怪我するとね、そうですね、基本的なトレーニングの考え方はまあ追い込むというところで、はいまあ、メニューとかそういうのはもうしょっちゅう変える感じですか。いや、あんまり変えない。あんま変えないですか、はい、どの部位も。そうですね、うん、今やってるのは1年までいかない、8ヶ月ぐらいは今の感じでちょっと固めてる感じですね。なんかあれですか、こう変える時っていうのはなんかタイミングはなんか一番はなんか飽きるんですよね、うん、あなんかそうですよね、はい、そうですね、なんか刺激が慣れちゃうっていうか、うんうんうね、はい、まあ、刺激が慣れるのもあるしこう気持ちがもうまたこれでしょみたいな感じになっちゃうとやっぱ面白くないですもんね、はい、なんかジム行くのがなんか単調な作業になってきちゃう、ね、はい、楽しみじゃなくなってくるっていう。じゃあまあそういうところでこう気持ちを変えたいとかっていうところで、はい、あえて新しいメニュー入れたりみたいな、はい、そうですね、うん、それとまあたまたまマシンが空いてなくて、うん、しぶしぶ違う次に移ったら、ね、おこれいいじゃんみたいな感覚、ね、はい、ありますね、それありますね、そうですね、僕はあのよく動画で僕ってもう何でも前向きに撮られるんですけど、はい、なんかやりたいマシンが空いてない時、はい、あこの人が今日はこれをやれっていうメッセージを送ってくれたと思う。そうすると、うん、あじゃあこっちやってみようって思うと最初気持ち悪いんですけど、あこれなんか ここでこの順番でこれやるとなんかいいかもっていうのが結構ハマってくる感じ。だからこう見てる皆さんもね、あんまりこう、うん、やりたいのが空いてなくてもなんかそれがいいきっかけになったりするんで、そうですね、はい、そういうところでもね、うんうん、面白いなと思いますね、はい、
まあ、部位的には得意な部位は胸ですね。胸ですね。はい、胸得意ですね。なんかやっぱ僕の感覚だとこう、はい、トレーニング始めた頃に結構やり込んだ場所、はい、で結構みんな聞いてるとやっぱり発達しやすいっていうのは結構腕立て伏せずっとやって、ね、足やってなかったじゃないですか、はい、足ちょっとやっぱ苦手です、ね、はいはいはい、そういうのもあるのかなと思います、ね、僕も二頭筋ばっかり始めた頃やってたんで毎日うんなんか感覚がやっぱりもう指先ぐらいに器用に、はい、通じるんですよね。そういうのやっぱあるかもしれないですよ、ね、やっぱ左右対称ですか、左もいいですか。いやなんか別に右と左感覚は違うんですけど、はい、あの効きが悪い方があるわけではないって感じですかね、うん、そうですね。やっぱ陸上やってた方とか、まあ、足得意ですもんね。じゃあやっぱ足が苦手で胸は得意で、あとの部位はどうですか。肩なんかやっぱ肩は得意、得意ですよね、はいはい、得意になったかもですね、ボディビル始めて、はい、背中はどうですか。背中苦手ですね。あ、そうなんですか、はい、なんか凹凸がなかなか出てくれない、うん、もう本当に絞り切らないと、はいはいはい、やっぱ筋肉量がちっちゃいからだと思うんですけど、凹凸が難しいですね。例えば肩関節硬いとかもあると思うんですよね、とか逆にとか、もう自分もそのアームカールやってて、自宅で17歳の時に、でシエナ体育館行き出した時もバーベルカールとベンチプレスばっかりやってたんですよね、はいはい、でその時二頭筋結構力こぶ出てたんですけど、今全然出なくて、なんか胸が強くなったからなんか引っ張られてて、はいはいはい、反応悪いのかなっていう。なんか昔胸と二頭って結構なんかリンクしてるような感じしますよね。そうですね、ルーティーンは今は今1週間で、1部位ですね、うん、まあ、はい、何分割ですか。で5分割で2日オフ入れてる。ああ、じゃあ結構今の選手にしては休む方ですね。あ、そうなんですかね。今はあれですよ、はい、もう都会はもう 7日とかですね。あ、そんなにやってるんですか、はい、すごいですね。でも名古屋の、はい、名古屋と福岡ってなんか似てる感じじゃないですか、こうなんかこうね、東京と大阪よりはちょっとこう住んでる人とそういうイメージが多分思って、みんな思ってあれなんですけど、なんかちょっと情報がちょっとあれなんですけど、やっぱ東京とか行くともうみんな7日とか当たり前のようにやってて、5分割を要はもう疲れるまで回しちゃうしてます感じです。まあ若い子は特にね、自分ももともとずっとあのですかね、頻度多かったですよ。2019年まで週2回ダブルのオフなしだったんですよね。あ、そうなんですか。はい、週2回回してたんですか。あ、週2回というか、あ、週2日はダブルダブルでやって、はい、で1週間に9回トレーニングやってる感じですね。でその9回をあの時足をハムと主頭筋で分けたなんで、うん、6分割で9回をずっと回し続けるみたいな、うん、でよっぽどのことがないとオフ取らなかったんですけど、はいはいはい、で2019年までずっとやってきてて、はいはい、やっぱり体疲れてるんですよね、うん、でそのオフ入れ出したのとダブルやめて気づいたんですけど、うん、やっぱ筋肉って本当に一回回復させてあげないと、うん、最大に破壊ができない。でどんどん硬くなっていくんですよね。で、それにちょっと気づき出したのが2019年世界選手権行った時に、はいはい、あのプロタン塗るじゃないですか選手、はいはいはい、でプロタン塗って大会終わった後に、はい、田代さんと加藤さんが、はい、あのなんですかね、ウエットティッシュっていうか、はいはいはい、あの汗焼きシートみたいなので、はいはい、僕のプロタンは取ってくれたんですよね、はい、取ってくれた時にあの加藤さんが島田くんの筋肉パンパンだねって言いながら取ってくれたんですよね、はい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 、でそう言われたら、はい、日本選手権のバックステージとか、うん、まあその時世界選手権行った時の選手見た時に筋肉がなんですかね、言い方悪く言ったら緩い、うん、緩いですね、ですよね、はい、で弾力があって、で力入れたらガチって固まる、ね、でも自分の場合はパンって張ってるけど、うん、力入れてもそのままみたいな、うん、で、あ、だからなんかその溝が深くならないのかなって思ったんですよね。そのずっと拘縮してて、はい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 、その伸展と収縮がうまくできないトレーニングでも、なるほど、っていうのはまあケアが足りないっていうのもあると思うんですけど、やっぱりトレーニングすればいいっていうもんでもないのかなっていう。あ、それはでもいい、面白いですね。そうですね、はい、やっぱそれからやっぱ調子がいい感じですか。そうですね、でオフ入れ出して、はいはい、まあ、その筋肉をいい状態に保ってあげるといいですね。うん、
でそれこそ一昨日ダブル1回したんですよ、やっぱり悪かったです。もう次の日全然トレーニングダメですね。その、結局その状態にもう慣れちゃって当たり前になってると気づけないってことってありますよね。そうですよね。やっぱいきなりその状態にバンってならないからですね、やっぱこう日々生活しててそれを積み重ねていって疲労が溜まってくるからなかなか気づけないですね。そうですね、確かにそれってやっぱ上級者ベテランになってくるとほど陥りがちな、そう、自分の体調ね、疲れて本当そうですよね、はい、こう疲れてる中で別に、なんとかトレーニングって僕らだとできちゃうじゃないですか、はいはい、やろうと思えば、それで、まあ、結局精神的なところが上回っちゃえばどん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 体を酷使してでも、でも やれちゃうみたいな、そう気づくとやっぱりコンディションが悪くなるって、やっぱ僕があれですよね、日本選手権ぐーっと落ちてって45から6、7、40、はい、あ、違う、4、5、6と上がってきて、これもやっぱり睡眠が取れるようになってからなんですよ。トレーニング何も変えてないし、コンディショニングとかケアの部分、ケアの部分というなんかやっぱ究極のケアって寝ることじゃないですか。あ、まあまあ、で僕はそう思ってるんで、そもそも寝る時間がすごい少なかったんで、普通に戻っただけで明らかに体が良くなってきて、やっぱ疲れが取れてっていう、で見た目の変化、実際それで力がつくつい伸びたとかじゃないんですよね、ただコンディションが良くなって見栄えが良くなった、さっきに言われたようにこう、まあ、柔らかくて、はい、力入れるとカチッと入るっていう、やっぱステージ映えする選手ってみんなそうですね。すね、一瞬こうあれあんま言えないけど、はい、ステージ出すとバキバキって。そうなんですよね。それが本当映えるっていうところですよね。僕一回日本選手権の休憩時間に、はい、田代選手が前にあぐらかいて座ってたんですよ。あ、はい、ビルパン履いて、はい、で田代選手って自分の筋肉すごいかって思うんですよ。あ、もう揉んでる筋肉がすごいですよ。指がグワッて入ってぐにゃぐにゃになってるんですよね。木田さん胸も柔らかいですよ。いやいや、僕あれなんです、全然あれですけど、すごいですよ。もう見入っちゃいました。なんであんなに指が入るんだろうっていうぐらい普通にムニ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 やってて、全身がそういう感じなんですよね。すごいなと思って、あれやっぱコンディションいい筋肉っていうのはやっぱ怪我されないじゃないですか。そうですよね。やっぱそういうのが怪我につかなかったりだとかっていう、大きい怪我はないですか？その肩ぐらいですか？あ、肩、そうですね、肩と、まあ、腰が悪いっていうのはあるんですけど、はい、腰はあれなんですか？もともと僕そのずっと運動してなかったけど、で24歳ぐらいの時に MR 取って、はい、で椎間板が2つ、ちょっと何番か忘れたんですけど、2つ潰れてて、はい、でも24歳の時って足トレもしたことなかったし、スポーツもやったことなかったし、はい、なんか家系なのか分かんないんですけど、はい、腰は強くない、強くなかったですね。そうですね。今腰痛は別にそんなですね。スクワット調子取ったらきますね。あ、そうなんですか。はい、スクワットぐらいですかね、まあ一応だから全身に対してのアプローチの仕方っていうのは追い込むけど、効いてる感覚を維持させたままでいけるとこまでっていうか、はい、そうですね、はい、の中で、まあ、重さはできるだけ、だけ、はい、求めているって、まあ、シンプルっちゃシンプルですよね、うんまあ、まさにトレーニングのこう効かせるところと重さを求めるところと、あとその上で追い込むところっていうのを、はい、まあ、バランスよく、ね、そうですね、どれもかけないように、一番なんか皆さんのこう手本になる考え方かなと思いますね、まあ噂に聞いたんですけど、はい、足トレがすごい こだわりがすごいということで、はい、そうです、足、そうですね、足トレ、スクワットが特にちょっと皆さんと違うかなと思うんですけど、はい、皆さんも経験あるかと思うんですけど、アップの段階では効いてる種目でもメインセットに入ったら効いてないみたいなのがあって、うん、でまあスクワットもともと全然強くなくて、メインセットも120とか130で、うん、まあ、6から8レップぐらいしか上げれなかったんですけど、はい、まあ、それ4セットしても腰がいつも張ってるっていう感覚だったんですよね、終わった後に。でなんかそれでなんですかね、この固定概念じゃないけど、はい、重りを負荷をかければ筋肉がでかくなるみたいな、でも普通に冷静に考えると、そのかけた負荷が対象筋から抜けてると筋肉は発達しないんですけど、なんかその重いものを持ってる自分に酔ってるじゃないけど、でそれでずっと2014年からやってきて、で足がそんなに変わんない
でそこで思ったのが効いてないじゃんっていう、うん、で重りを下げてやってみようと思ってですね、うん、でアップの段階で効いてる重さ、自分の中では60が限界だったんですよ。でこれ80キロに上げるともう腰が張り出して、で60キロでやるんですけどやっぱあんまり軽いじゃないですか、でそしたらまあセット数を増やそうと思って、でセット数を増やすのはいいけどやっぱり60キロでまあ10回上げて、でここで2分も休んじゃうと回復しすぎてて何の意味もないんで、1分インターバルにして、で2セット目入る、でまあそれを10セットトータルでやるんですけど、で全てインターバルを1分でやって、でまあ最初6セットぐらいまではまあ大丈夫なんですけど、もうなんか7セット目から地獄みたいになってくるんですよね。あ、そうなんですね。はい、動くスピードも結構ゆっくりなんですか？ゆっくりですね。上げるのも上げるのも、でまあしっかりしゃがんで、で立つ時に膝をロックせずに、もう大腿部から、はい、大腿部から負荷を抜かずにずっと同じ一定のリズムの反復っていうのを10セットとして、でそれ、去年の9月から始めてたんですけど、やっぱ毎回もう交通事故みたいな筋肉痛次の日来るんですよ。でまあ他の、まあ、レッグエクステンションで、今レッグプレスはやってないんですけど、まあ、他のプレス系ハックスクワットとかもやるんですけど、大体最後にハックスクワット持ってくるんですけど、あのハックスクワットの何ですかね、あの中で足がつって動かなくなって終わるっていう、っていうのがなんか自分のオールアウトの中の目安、ね、オールアウトはできてますね、完全に、ね、そうですね。一人ってやっぱつるんですよね、最後に。ああ、僕も、はい、でもうつって何もできなくなって、もう無理じゃんって、そうそう、やりたいけど無理が結構あるんですよね。あ、そうですね。じゃあもうそのメインはじゃあそのスクワットですそうですね、メインで、まあ、レッグエクステンションとかハックスクワットも重量はそんなにやっぱり求めずにスクワットみたいなイメージでやってるんですか？ハックは一応15レップ狙い、はいはい、で重さをつけて、あ、そうですね、はい、そんな重いのはしないんですか？そうですね、一応4セット目安でやってるんですけど、まあ、4セット大体できないですね。へえ、つっちゃって、つっちゃって、はい。でも帰りあれですね、いつも終わってすぐ塩舐めて帰るんですけど、はいはい、大体歩いてるともう釣りながら歩いて帰ってるって感じですね、終わった日は。じゃあ足はもう本当に、じゃあもう重量はもうもう捨てましたね、壊しして、はい。でやっぱ腰も調子いいし、それからそうですね。なんかスクワットにこだわる理由もあるんですか？そうですね、やっぱりあの側関節が硬いっていう、でまあその人間は二足歩行なんで、あの立った状態でしゃがむっていう単純な動作が一番その足には刺激入れれるのかな。であとレッグプレスとかハックだとやっぱ角度がついてるんで、側関節のその可動域、足首の可動域が緩くなるから、なんかどんどん硬くなるかなと思ったんですよね、動かしてないと。っていうのでスミスマシの垂直のスクワットだったり、バーベルのフリーのスクワット、はいはいはい、で足首の柔軟性を増すした方がいいのかなっていうところで、スクワットへのこだわり、はい、ですね。そうですね、足首が硬い方って膝が回らないですもんね。そうですね、膝が曲がらないってことは筋肉が伸びないんで、伸びない、やっぱり見ててもこう重さが乗っかってないなっていうのがよく分かりますもんね。なるほど、そうですねまあ、あれですよね、やっぱり苦手な部位が足っていうことなんで、その、はい、やっぱり結構重量を捨てる時ってすごい勇気がいったと思うんですよね。いましたね。ですよね、はい、やっぱり弱いとこほどやっぱりもっと力つけなきゃとか、そうなんですよ ね、でなんか下げなきゃっていうの、はい、なんかこう歯食いしばって気合いでみたいなと思ってます、うん、で、ま、その重りを捨てて60キロに変えて、で2ヶ月ぐらいやったら迷いが出てくるんですよ、うん、これでいいのかな、うん、聞いてるんですけど、うん、なんかパンプと筋肥大って一緒なのかな、果たしてみたいな。そうですね、分かんないですもんね。そうなんですよね、はい、でももうやり込まないとほんと分かんないんで、まあ、やり込んでるっていうところですね。まあ、やっぱり1年近くは、ね、そうですね、あの自分が信じてたこうトレーニングを徹底的にやり込まないと、はい、なかなかね、そんなすぐには、そうなんですよね、2、3ヶ月できないじゃないですか、はい、はい、本当そうですね、というところはありますね、はい。まあ、見てる皆さんもね、こうなんか新しいトレーニングするのはやっぱり1年近くはこうやり込んでみるとね、もう結果は本当にいいね、はい、どこが良かったのかあんまり良くないのかっていうのは分かるかなと思うんですよね。そうですね、なるほど。足トレの、はい、60キロスカート、はい、60キロスカート、僕9ヶ月やって60キロから全然増えないんですよ一応重量もそれは伸ばしたいんですよ、はいはい、はい、で 62.5、65に変えて70したら、お、腰がめっちゃ張ると思って、以上60で最後の10セット目も、上がることはできる、潰れることはないです、
で日によってあるけど、はい、ありますね。60キロで潰れることありますね。ありますね。みつるさん撮影したんですもんね。そうでした、はい、どうでしたか。まあ、この間相澤選手撮った時はやっぱりやって最後190まで行くんですよね。で、そもそもがアイアンマンの表紙撮らせてもらった時あるんですけど、でスクワットやってくださいって、その肩のトレーニング、フルに肩のトレーニングやった後に、はい、ちょっとシャワー浴びてからでいいですかって、シャワー浴びてきて、確かそれで着替えて、いきなりそれで一応140、いわゆる60、100、140で180くっつけて、それでもういきなりフルでスクワットするんですよね。だからなんかそういうのとか見てると、やっぱり60キロっていうのはすごく疑問を感じるんですけど、今の言ってる理論だと、僕アメリカに行った時にパワーファクタートレーニングっていうのがあって、要するに1回の挙上する重量をかけるセットを時間で割るっていう公式に当てはめてるんですよ。だそれからすると、前におっしゃってたんですけど、その60キロで10レップやって、要するに600キロ1セットで600キロ、それを10セットだから、まあ、6トンの負荷がかけられるわけですよね、そのエクササイズで。だそれってだから、例えば180キロを6レップ、まあ、4レップそのぐらいしかできないのを1セットやるのに比べてどうかって言ったら、ちょっとパッと計算できないですけど、まあでもそれと相応な体に対する負荷っていうのをかかるっていうところと、あとプラスそのインターバル1分っていうのが、いわゆるパワーマックスとかの系統のあれで、だ最後の10セット目じゃなくて、その7セット目ぐらいから地獄になるっていうのが、だから最後の何秒か焦げなくなる、あんな感じですね、足が止まっちゃうのパターンですよね。なんかそれに近いものは、だやっていくとだんだんその地獄になってくるのが、その10レップの中で、最初のうちは10レップ楽にできます、2セット目も10レップ楽、まあ楽ってことないのかもしれないけど、きっちり できてます。それがだんだんその最後の10レップ目がもう厳しくなってっていうのが、だんだん9レップ目から8レップ目からってなってくるんじゃないですか、セット数が進むことなりますね、はい、呼吸はもうすっごい上がるんですよね。そんなめちゃくちゃ上がらないです。でもやっぱりちゃんと1レップの中で吸って吐いて、そうですね、やっぱ初心者の方真似すると多分、はい、ってなっちゃうんですね。過呼吸にヘマックス、もう呼吸がコントロールできない、やっぱり、やっぱ効かせない、効かないですよね。そうですね、ちゃんと吸ってって、はい、上がりながら吐いてみたいな感じですよね、はい、その辺はしっかり守ってます。見させていただいて、呼吸はしっかりしてるし、10レップ1分インターバル終わって次行くときは呼吸はもうほぼ整ってますよね。うん、そうですね。それ含めの多分60キロかなっていう、はい、全てがこうコントロールできてないですね。はい、だから そこの駆け引きっていうのは、自分で感じる腰の張り具合とその足の効いてるっていうところの兼ね合いでっていうところなんですよね。はい、で無理すりゃ多分重量を上げられるのかもしれないけど、うん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 、結局それをやると腰が張ってきちゃって、はい、足の効いてる感がなくなってくる。はい、だなんか今年の大会でそのやってきたやつ絞ってみて、結局だからそれでもしだから島田君の足が成長してたら、はい、そのやり方も間違ってないっていうことなんで、だここ例えば木澤さんは優しいんで、そんなんでとかなんとか言わないですけど、これ相手がゴードさんとかだったらもう絶対ですよ。ゴードさん60歳になって今で自慢してるのが、やっぱりスクワットでレバレッジで担ぐ重量がもうつけらんないだけ今つけてやられてるんですよ。で腰とかもう完全に何回もぶっ壊しているのに、はい、もうかかわらずやっぱり重量ありきっていう部分、だから壊れるのが先かその自分の筋肉が持つかっていうところのせめぎ合いの部分ですよね。だからそういうのからすると島田選手のは自分の感覚を非常に重視して、それで自分のその筋肉の発達の度合いも見ながらっていうところで、はい、
だ実にその結果が楽しみそうですね、やばいですねこれは、うん、だそれでもしも大会の時にだボディビルってこういうとあれですけど大会の時にすごい体をした人が勝つわけじゃないですか、うん、どんなトレーニングしようとか。そうなんですよね、190キロは上げなくても、うん、60キロしかやってなくてもすごい筋肉だ見せた方が勝つ、はい、勝つわけですから。そうですね、はい、頑張ります。じゃあ どれだけ深いセパレーションとか出るのか。そうですね、うん、何かこう新しいこう、はい、僕らでも気づかないようなこう境地を開拓してくれるんですね。アシトレこの重さ持たんでいいぞみたいなこんな思いは持たなくて良くなったぞみたいなでもその60キロ10セットやってた時にいつも思うのがやっぱり重心が下にある方たち、例えばそれこそ相澤君とか柔道やってて多分重心は下だと思うんですよね、下半身に置ける、うん、なんでスクワットでしゃがんで立つっていう動作で自然に足を使えると思うんですけど、言い方悪いんですけど高重量で4セットやる方が楽だよなって思いながら10セットやってたんですよ。やっぱ長いしちょっと精神との戦いもあるんですよね、うん、やっぱ高重量のトレーニングってそもそもレップがそんなないし、はい、痛みとかないじゃないですか。そうですね、パンプ感も、はい、なので案外ね緊張感とかはあるんですけど、うん、体力的には一番楽なんですよね。そうですよね、だからそういうじわじわしかも10セットっていうのは多分、はい、いわゆるこうもう地獄ですよね。きつくなってくる、痛い、はい、心肺機能きついですよね。で分かってますからね、もう頭でこれが進むにつれてどんどんきつくなって、ね、はい、そこに踏み込んでいかないといけないんで、ね、やっぱり一番逃げたくなるトレーニングでしょうね、そういうのは。うん、なるほど、ありがとうございます、はい、今今回身長何センチですか？身長167です。67で、はい、最初大会出た時の体重は仕上がり体重、70ジャストちょうどですか？です、はい、で2019年の日本選手権は72.8とかだったです。じゃあまあ3キロぐらい。そうですね、はい、もとあれですよね、太れない、太れない、食べれない、太れない、うん、昔から。そうですね、うん、食が細いですか？そうですね、もう17でトレーニング始めて、身長僕中学校3年から変わってないんですけど、はいはいはい、体重47キロしかなかったんですよ、トレーニング始めた17歳の時。167センチ、はい、47キロ、はい、すごいですね、47、めちゃくちゃガリガリですよね。なかなかですね、47って。そうですよね、すごいですね。でなんかよく女の子が私50キロぐらいとか言うけど、いや俺の方が痩せたらしいみたいな47だったんですか？はい、でそれから18年ぐらいかけてトレーニングして、で今オフで75あるかないかぐらいですね、うん、一番多い時で75です、ね、はい。じゃあまあ減量幅でいうともう今は2キロぐらいですか？そうですね、多くて2キロ、うん、はい、うん、もうあれですか、食べれない、食べるとあれなのか食べれないのか、そもそも。そうやっぱ食に対するまず欲が薄い。あで、はい、食べたくならないです。そうですね、食べることにあまり執着しない。お腹は空くんですよね？空くんですけど、例えばコーヒー飲んだらもう満足したり、へ、何か入れればいいみたいないいですね。もう本当それこそプロテイン飲んだらもういいですね本当ですか？はい、でも自分の体質的にやっぱりプロテインの生活よりも固形物を天然の食材から食べた方がなんか筋肉の密度とか張りがやっぱ変わってくるんですよね、うん、あとトレーニングでバテない、うん、で食事1食入れてトレーニング行く日と2食入れて行く日だったら圧倒的に2食入れてた方がもう張りもいいし調子がいいぞ、トレーニングの質のっていう感覚なんで、もうそのために食べてる。じゃああれですか、トレーニングはできればやっぱ夜やりたい？あ、僕なんかそうなんですよ、お昼がいいですね。昼がいいですね、はい、2食食べて昼。そうですね、なりそうですね。で終わってまた2食みたいな、はい、夜だったら終わった後の栄養補給がどうしても1食だけになっちゃうんで。じゃあもうあれですか、でもやっぱり最初はやっぱり体重増やしたかったですよね。ありました、そういう時期も。で一回頑張って、それこそ2018年のそのジャパンオープン予選した年、2017年から18年にかけて体重80キロまで増やしたんですよ。で減量8キロしたんですけど、その年が予選落ちだったんで、ジャパンオープン。じゃああんまり増やしても。そうですね、合ってないのかなって。それどうやって増やしたんですか、80まで？ひたすら食べてましたね。もうトレーニングを終えてバナナ5本食べてプロテイン飲んでとか、
で1日、6食食べてたんですよ、うん、鶏肉 1.8 キロ食べて、うん、で6食のうちの5食を白米入れてたんで、うん、白米を1回 200g かな、うん、炊いた状態で、うん、なんで1キロあでもリーンな食事でまあそうですね、はい、6食はい、うん、移動中車で弁当食べてるな。油物はもうダメなんですね。じゃあダメですね。油あの分解が悪いんだと思うんですけど、入れちゃうと次の例えば3時間後に食事も入れれない、はい、ずっと胃に残ってる感じ。でも普段の食事からで油取るとなると なんかまあ鶏肉焼く時にオリーブオイルと、はい、卵とか、あそうですね、卵白、朝は全卵2個食べてますね、はい、うん、であと牛の脂肪だったり、うん、動物性はそれぐらいですかね。あと植物性はアボカドとかですね、うん、なんか普通な感じですね。あんまり原料入ってもそんなに油意識、脂質は意識してないですね。もうまあそもそも取ってないんで、まあ普通に普段通りで、はい、そうですね、うん、じゃあ原料幅2キロ、これ、うん、どんくらいの期間で落とすんですか。一応ちょっと余裕持って2ヶ月前ぐらいから始めるんですけど、うん、1ヶ月減量して、まあ、3週間ぐらいかな、3週間ぐらい減量して、で少しちょっとオフ入れて、でもうラスト1、はい、そうですね。炭水化物の量でコントロールするんですか。いや運動量ですね。あ運動量なんですか。はい、とあと、うん、まあ今は基本的に年中同じものを食べてて、でオフの時はそれプラス好きなものみたいな感じなんですけど。好きなもの例えば何食べるんですか。甘いものとうどんが好きで、なんかうどんいっぱい食べてましたね。僕から言わせたらうどんも減量食ですから、ね、本当ですか。うどん僕の中では減量食です。あ本当ですか。おなんか小麦がなんか調子悪くなるのか分かんないですか。はい、甘いものは和菓子ですか。あ両方好きですね。あでも減量中羊羹食べてるんで、うん、まあ、羊羹は取るんですけど、うん、まあ、その脂質の多い、うん、洋菓子は、うん、を控えるようにします。減量入ると、はい、オフは食べる。そうですね、はい、運動量増やすっていうのはどういうところですか。有酸素ですか。いや、パワーマックス。パワーマックスを入れるんですか。はい、へえ。まあ毎日じゃないんですけど、はい、はい、でパワーマックスもやっぱりあの先ほど言われたようにあの足が動かなくなるんで、うん、もう足のトレーの前の日と足の疲労が残ってる時はやらないんですけど、うん、それ以外で週に2回ぐらい。それだけですか。じゃあそうですね、減量入るとか、はい、なんかこれちょっとふざけてるって思われるかもしれないですけど、自分今日から減量って思ったら絞れるんですよ。おで体重何キロですかって言われて74キロです、何キロで仕上げるんですかって言われて、あ74ぐらいですかねみたいな、体重変わらないじゃないですかって言われるんですけど、なんか多分生活の集中力が変わるんですかね。例えばトレーニング行ってもジムにいるあの2時間の集中力が全然違うと思いますね、オフとオンだで。インターバルの時も集中してるし、多分心拍数も高い状態を2時間ずっと保ってる、ある程度のっていうので なんか絞れるんですよね。今日からやるぞって思うとスイッチ入ると。やっぱそれは結構みんな少なからずありますよね。 ありますかね。ただそれがすごい多分出るんじゃないですかね。なんかやっぱり、まあ、言っちゃ悪いですけどイベント的な減量の時って絞れないですよね。あやっぱ大会があるなっていうとやっぱ絞れるし、うんうんうん、その辺やっぱ気持ちがどこまであるか入るかっていうところはあるかと思います、うんうん、じゃあまあパワーマックス入れるぐらいで、あとはもう気持ちいい、気持ちいい、念じて念じて念じて絞る、はい、絞るそうみたいなすごいですね、全く参考にならないですね全く参考にならない、すいませんいいいい、まあでも食生活ね結構食べれないっていう方、はい、結構多いんですよね、うん、あのセミナーとかやってます、うん、食べれないんですけどどうしたらいいですかって、うん、なんかこうアドバイスありますか。そうですね、栄養の取り方だとか、もう必要な時に必要なものだけを入れるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね、うん、無駄なものはもう取ろうとしてる、はい、それこそその、まあ、今クリーンバルクとか言われてるんですかね、うん、なんかそれはありえると思うんですよね、うん、でよくなんかその言われる減量入ると筋合成が起こらないとかも聞くんですけど、うん、なんかそれってダメじゃないですか、うん、1年通して同じっていうかいいトレーニングをしないといけないのにオンになったら筋合成が起こらないって、それも栄養が枯渇してるのか、うん、トレーニングの強度が落ちてるかと思うんで、うん、なんで
トレーニングが強度が落ちない必要な分のカロリーを入れてあげて、であと物とタイミングっていうので年中通して筋肉を発達させるっていう作業を心がけるっていう感じですかね。まあ前回の話でこの、はい、太れない時はやっぱりこう、はい、タイミング必要な時に必要なものを入れる、はい、実際にどういう感じで、トレーニングの、やっぱトレーニングメインで多分食事を、はいはい、取られると思うんですけど、トレーニングを要はレベルを上げるためにトレーニング前に取っておいて、はい、トレーニング終わってからは、回復のために入れるっていうイメージだとは思うんですけど、はいはい、トレーニング前っていうのはどういう感じで取ってますか？まず朝起きてグルタミンだけまず飲んで、あ、すみません、朝起きてうがいしてグルタミン飲んで、はい、トイレに行って、はい、でそれが一日始まるんですよ、はい、でそれからも顔を洗って歯磨きして、でちょっとだけストレッチするんですね朝、はい、で血流を少し回してあげて、でそれから朝食、はい、で朝食はまあ鶏肉食べる時もあるんですけど、まあ、それかあと卵白か、まあ、どっちかなんですけど、まあ、白米と鶏か卵白で、それを終えてで、まあ、3時間ぐらいして、でもう一回食事鶏肉食べて、でその2時間後ぐらいでたトレーニングですね。鶏肉はどうやって食べるんですか？もう焼いてます。焼いて味付けとかは塩コショウ、はい、塩コショウか塩だけですね。減量中もそれはオフももうずっと一緒です、はい、胸肉ですよね。胸肉です、はい。野菜は？野菜はキノコ類とトマト、グリーンアスパラ、あと最近オクラ食べてます、とあと葉物は小松菜かほうれん草とかです。大体そんな感じで、野菜も毎食食べるようにはしてるんですけど、でも白米と白米と、はい、で2食トレーニング前に2食入れて、2食目の2時間後にトレーニングに入って、でトレーニング中はもうドリンクだけなんですけど。今どんな感じですか？グリコの CCD と、アミコン。皆さん一緒と思うんですけど。そうですね。はい、ペプチド。ペプチド、はい。ペプチドと、BCA。BCA。はい。まあ、これも、減量中も増量中も変えるんですよ、ね、変えずにですね。なんか量を若干は変えていくんですけど、うん、まあ基本そのものを取って、でトレーニングを終えて、ホエイプロテインと、まあ、デキストリンを取るか、まあ、羊羹で糖質取るか、とあとグルタミンですね、でトレーニング後のプロテイン終わった1時間半後ぐらいですかね、にまた食事、でそれまた鶏ですね、鶏むね肉と白米と野菜で、寝る前は、牛肉で、今は寝る前、まあ、糖質あんま取らないんで、まあ、タンパク質と野菜だけみたいな、寝る前はっていう感じの1日ですね。まあ、じゃあ至ってシンプルですね。そうですね。食べ方もタイミングも、うん、ですね。それを年中続けるっていう感じ。はい、すごいですね。そうなんですかね。僕には無理ですね。もう胸肉は1ヶ月食べるともう飢えってなります。いや、ならないんですけど、もう我慢できなくなります。他のものが食べたくて。牛が多いですか？そうですね、もうとにかく飽きれば牛に変えちゃいますね。あのツナ、ツナ缶は飽きませんですね。あ、ツナ缶全然飽きます。ツナ缶はもう朝本当にこう噛まなくていいですよね、やっぱりほぐれてるし。ああ、はいはい、なんであの朝から胸肉とか僕ダメなんですね、やっぱり。全然食欲はあるんですよ、はいはい、でもなんかもう、まあ、唾液が出ない、噛んでてもなんかもう、まあそんなに美味しくもないし胸肉だけだそうですね。で、まあ、ツナ缶のところが美味しい。うん、ご飯は白米ですか？ご飯、そうですね、減量中もずっと白米ですね。はい、普段は、プロテインあんま飲まないですよ、じゃあ普段その間食とかでは。そうですね、あの仕事でよっぽど取れない時とか、うん、食事詰まってる時とかは、はいはいはい、はもうプロテインと羊羹だけとか、はいはいはい、プロテインとおにぎりだけとかあるんですけど、はい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 、なんかそこをサプリに頼っちゃうともうずっと頼ってしまうんですよね、やっぱ楽なんで、うんうんうん、まあそうですね、はい、まあでも体感的にその固形物から取った方がやっぱ調子がいい、調子がいいですね、ところでこだわってはいっていうところですね、うん、ただやっぱ絞れなくなりますね、多分内臓が動かないからですね、あのプロテインの流動食になるとちょっと、ああ、はいはい、なんか中から動かして内臓に熱を持たせてあげないと、消化でエネルギーを使うって感じですね、そうですね、は
その方が合ってる感じですね。なるほどね、うん、僕なんかわざとこんなん間違ってるかもしれないですけど、はい、肉飲み込むんですよ飲み込んで中で、そうですね、中でこうハサハサ、なるほど。だからよくミンチとかにする方いるじゃないですか、肉とかを、はい、ハンバーグ状にする、はい、あれもったいないですよね、減量中は。うん、硬いまま入れた方がやっぱり消化に時間かかるじゃないですかね。はいはいはい。なんかもたれたりしません？疲れたり。そうですね。あ、全然ないですか。あ、僕ですか。あ、それないですね。ないですね。やっぱりできるだけ硬めの肉とか、はい、あとご飯とかも硬めとかにした方が、消化にやっぱり時間がかかった方がいいかなっていうのがありますね、減量中は。あと飲み込む力が多分強いですよね。あ、僕YouTube で木田さんのチャンネルで、はい、ビタミン剤を水なしで飲んでるの嘘でしょと思って。ああ、僕全然いけますもんね、あれ3粒一気に。3なんでも全然全然3は入れた瞬間ないです10粒ぐらいで飲んで。本当ですか、はい、すごいですね。まず水飲むことないですね。そう、水飲まない、なんか水分あんま取らないですよね。水分自体あんまり取らない。あ、水分はどうなんですか。水分1日4リッ6リットぐらい飲みますね。トレーニング中だけでも2リッターぐらい飲むんで。そうですね、水で、はい、普段も普段家水しかなくて水ばっかりですね、はい、それもなんか意図的に何かこう、そうですね、結構むくみやすいんですよね、特に足が、はい、足がむくみやすいんで水分量を下げないように、うん、で、むくみからくる冷えとかが結構足きちゃうんで、はい、水分は取るようにしてます。お、じゃあ循環を良くして。そうです、はい、ということですかね、はい、リンパの流れを良くして、はい、そうですね美容みたいな僕冷え性なんですよ、こう見えて。お、本当ですか。僕の意外なところナンバーワン冷え性いやいやいや、めちゃくちゃ熱持ってそうでしょうね冷え性なんですよめちゃめちゃ冷とかもう指先とかも冷たい。あ、そうなんですか。お客さんの補助できないですよ、指冷たい、ね、冷たすぎて。もなんでカイロを 両ポケットに入れて。あ、そんなに。そう、温めてからじゃないと、はい、こう寄せてとかってできないですね。あ、すごい冷え性なんですよ。筋肉柔らかいですよね。筋肉はそうですね、柔らかいと思うんですけど、なんかだから運動して冷え性治るっていうのはありえないですね確かに。どんだけ運動すればいい。体にそうです、やるから、はい、もうちょっと運動しなきゃいけない。やばい、足りないまさかの足りないですかなんか冷え性なんですよね。そうなんですね、うん。で靴下とか寝て履いてるんですか。いや、靴下履いて寝てるんですか。寝ないですけど、まあ、もうでもなんか指先の方があるんですね。足より指、はい、すごい冷えますね。まあそんな感じでね、はい、どうでもいい話不思議な。まあJB の選手とお話しするときは必ずこのテーマがやってくるんですけど、はい、まあね、皆さんもちろん普段からアンチドーピングは、うん、徹底されてます。サプリなんかもあれですか、はい、やっぱもう怪しいものは絶対取らない。そうですね、ずっと国産ですね、国産だけ、はい、もう日本選手権のファイナリストになって、あ、そうか、うん、日本クラス別で優勝してるっていうところで、ジャダの、それでなんですかね、だと思いますね。まあ僕もそうですけど、3ヶ月間先まで、はいはい、ね、1年を4期間に分けて、うん、1月から3月4月から6月とね、こういう、はい、で毎年、毎日こう居所、はい、居場所情報ですね。で僕も今日ここ来る時にここのホテルに今日は泊まってますっていうふうに申請してるんですよ、はい、でまあ島田選手も、さっき、ね、対談前に話したら出張先に結構来てる、うん、抜き打ちがっていう話だったんですけど、そのなんか検査員の方がどこにそのなんですかね、住んでるっていうか在籍してるか分かんないんですけど、はい、九州で今博多ですよね、住まい。今博多ですに来たことはないです。抜き打ちは1回ありますね。いや、家に、あ、はい、はいはい、家に。まあ、普段はあれですけど、今まで抜き打ちが何回あるんですか。3回、はい。で、まあ検査員の方来た時に今日福岡から来られたんですかとか、まあその話した時に大体県外の方なんですよね、はいはい、で、まあ抜き打ちの検査って、まあ、そう30日間、うん、3ヶ月の居場所情報を出すじゃないですか、はいはい、で
自分は1時間60分間ですね検査に対応できますっていう時間を送ってたんですけど、うん、1回だけ枠外の検査っていうのが来たんですけど、うんうん、自分が出してる60分間以外の時間に急に来る、はい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 、なんか本当の抜き打ち検査みたいな、そうですね、本当の抜き打ちです、ね、があるらしくて、うん、で自分、まあ、その時自宅に来たんですけど、トレーニングを終えて家に帰った時に、まあ、裏口から入ってエントランスになんかスーツ着た人いるなと思って、で家に帰ったんですよね、上がったんですよエレベーターで、でエレベーター上がって自宅帰ってピンポンってインターホンが鳴って、でモニター見たらあのスーツ着てジャダですっていうあの、あ、はい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 、見せられて、え、僕今日この時間出してましたっけって言ったら、枠外検査ですって開けてくださいみたいな、で開けて、でまあ一応僕あのドーピング受けるときにありがとうございますって必ず言うんですよ。すごいね。なんかすごいテンション上がって、ありがとうございます上がってくださいって言って、で上がったときにいつもこれ言っていいですかね、あの朝僕必ず朝はもう自宅にいるんで、はいはい、朝のその60分間対応できますっていう時間を提出してるんですけど、僕もそうですね、朝ですよね、でその時夜、9時54分とかそんなんですよね、中途半端な時間に、であれって例えば朝7時からAM8 時の60分じゃないですか、うん、であれその時間もなんか微妙な時間だし、この時間に僕間違ってましたかねって言ったら、うん、いや枠外検査っていうのがあって島田さんが提出された時間と別の全く関係ない時間に突然来ますって、でそれいきなり来られてもいない可能性のが強いですよね、うん、そうですね、で僕今帰ってきたけど大丈夫ですかって聞いたらなんか20分くらい待ってくれたらしくて、うん、で結局1時間待つらしいんですよね、いてもいなくても、はいはいはい、でもし出なかったら検査の方が帰ってまたいつか来るみたいな、枠外検査の場合は不意打ち検査です、そうですね、抜き打ちじゃないですね、抜き打ち、はい、ね、でどこから来られたんですかって言ったらその時東京から来てくださって、うん、東京から来たんですか、はい、で8時20分ぐらいに福岡空港着いて、そのままの足でこっち来ましたみたいな、すごいですね、ありがとうございますって言って僕のためにみたいな、確かにそうですね、そうですよね、でそういうなんか枠外検査っていうのも初めて、まあ、自宅で受けて、うん、でそでも、すいません、ちょっと今なんか、しゃべるかなと。なんか見てる方が多分、あの、説明すると、はい、普段は一日の中のここの1時間で僕はここにいるんで、はい、来てもらってもいつでもおしっこ出しますよ、はい、血液取りますよっていう時間を指定してるのに、はい、そこじゃないとこで会えてくるっていうね。そうですね。はい、僕が言った不意打ちですよね。不意打ち。だから要は、ここの1時間のために、まあ、こんなことないですけど、はい、何か細工をして、うん、ね、してるんじゃないかっていうこともできなくなってるってことですよね。ああ、ね、そうですよね。ですよね、はいはい、だから朝6時から7時しか来ねえから、12時から5時までの間になんかちょっと、あ、悪いことしてなかった。ちょっと、まあ、わかんないですけど、抜いて、ね、ここで準備しとこうと思っても、それができないよ、そこもできないよっていうための検査ですよね、はい、そうですよね、はい、まあそれが本当の抜き打ちっちゃ抜き打ちですけど、まあ一日一日毎日出してるんで、そんな一日こそにそんな細かいことやってられないですね、はい、っていうところです、そうですね、で、まあ僕は、去年の9月に JADA からその登録選手の申請とか連絡が来て、で10月から登録選手になったんですけど、なんですかね、まあ僕は2014年にボディービル JBB 出て、なんかそのやっぱ先輩たちを見て、こう先輩たちの背中を追っかけるじゃないですか、でその一つの例えば大会に出て大会でドーピング検査に選ばれるってことの名誉と、まあやっぱ究極はもうトップってそのなんですか、自分でもあれですけど、そのトップアスリートとして見られる場所がやっぱり抜き打ちの対象選手に選ばれるってことはすごい名誉なことだと思ってたんですよね、なんで先ほど言ったんですけど、インターホン見てモニター見て JADA の方が来たらありがとうございますって言って玄関開けるし、で大会の時も免許証持って来てくださいって言われるじゃないですか、で大会の時控室に JADA の方が呼びに来て、何々選手免許証持って来てくださいって、で免許証持って走ってありがとうございますって言って、あの首にかけられるんですよね、あの JADA って書いたなんかそのくらい名誉で、なんか嬉しいこととは感じてますね。島田選手自身はあれですか、こうその、ドーピングに関するこう考え方というか、はい、なんかこう自分なりにそうですね、
なんかあんまり、なんですかね、あんまり深く考えちゃうと楽しくないなっていうのはすごい思うんですよね。で、例えばなんかやっぱいろんな情報ってあるじゃないですか、そのいろんな方が根拠もない責任もないことをやっぱ 発言した時にそれを真に受けちゃうと、なんか好きでやってる競技が楽しくなくなるっていうやっぱ時期があったんですよね。なんで自分はまあ今その公演のことにジャダの登録選手を選んでいただいて、でそういうナチュラルですよって証明ができてるんでまあいいんですけど、そのなんか自分の信じるものをなんか貫いていけたらそれはいいんじゃないかなと思いますね。例えばなんか使う使わないプロになるならないとか、ナチュラルでやるとかっていうのはまあ個人が選ぶことなんですけど、そこに対しての目的が定まってて、なんかその世界で戦ってる方たちはかっこいいと思うんで、なんかあんま深く、まあ、自分のやりたい道を進めばいいかなっていう感じはありますね。なるほど。世界選手権行かれたんですよね。はい、2019年行きました。で出てみてどう思いました？出てみてやっぱ異常ですよね。でちょうどしかも2019年会った場所がドバイだったんですけど、やっぱあの中東の選手がごっそり来たんで、もうほんとすごいとこに来たなって感じでした。中東すごいですよね。すごいっすね。で、世界選手権11月の頭に行って5泊6日で行ったのかな。で1泊あの東京に帰ってきて、羽田に帰ってきて、で夜に戻ったんですけど日本に。で翌日福岡に帰る、まあ、その日に福岡に帰れなかったんで東京で1泊したんですよね。で1泊して翌日飛行機まで時間があったんで、鈴木雅史さんに連絡して、東京1泊するんで明日イースト行っていいですか、いますかみたいな。でイーストでトレーニングするって言ったんで会いに行ったんですよね。で2019年世界選手権ですごい人たちを見て、これは異常だと思ってそのまま日本に帰ってきて、で鈴木さん見て、やっぱ鈴木さんすごいっすねってなったんですよね。すごかったはずの中東の選手たちよりも鈴木雅史さんの方がすごかったんですよ。でロッカーで上乱になって裸になってくれて、でフロントリラックスとバックリラックス取ってくれたんですよね。でなんかものなんですかね、なんかあの技術とトレーニングのうまさがないと作れない体、でその鈴木さん見た時にやっぱ世界選手権で見た選手のこと忘れて、ああ JBBF にいてよかったって思いました。だからなんですかね、まあ、若い子たちですね、今いろいろ道があって目指すとこがあると思うんですけど、なんかそういう選手になりたいのじゃないけど、やっぱり現役の選手がその若い子に示さないといけないと思うんで、まあその何をかっこいいと思うかっていうところがやっぱり原点だと思うんですよね。だからその最終的にただただ筋肉つけるのか、はい、そのついた筋肉もやっぱりなかなか独特なところがあるじゃないですか。あの、はいはい、ね、迫力だけなのか、そういうさっき言ったように細かい、はい、芸術性があって、うん、人を感動させられるようなっていう、なんかその人の生き様が体に刻まれているような感じっていうのね、はい、まあ、そういうところの魅力っていうのはありますよね。うん、あります。そうですね。なるほど、ありがとうございます、はい、なんかやっぱ、まあ、これ思ってるの僕だけじゃないと思うんですけど、やっぱ島田選手の体って、はい、あの誰が見てもかっこいい体、本当ですか、は絶対あの言えると思うんですよね。これはね、例えばまあまあ、名前出したらあれですけど、僕とか後藤さんみたいな体になりたいのか、島田選手みたいな体になりたいのかって言ったら、多分10人いたら9人ぐらいは島田選手みたいな体になりたいと思って。今の若い方はでも熱狂的だとボディービルファンとかボディービルダーはやっぱり後藤さんや木澤さんに憧れてます。でもファンでやって、じゃあ実際あなたはどっちの体になりたいの？なりたい、迷うと思う。白状ですよ、それ。やっぱこうな、理想の体ってやっぱ、でも鈴木選手にそれだけ憧れがあるってことは、やっぱりこう馬力ももちろん、もちろんあると思うんですけど、これやっぱり自分の理想の体とはまた違う感じなんですか？そうですね、理想の体はあるんですか？なんか、はい、誰かとか。
へー、特に誰っていうわけじゃない、ないですね。どんな体が理想なんですか。なんかそれこそさっきあと言っていただいたように誰がもうボディービルやってる方が見ても、うん、やってない方が見ても綺麗だよねって言われる体を目指したいですね、うん。まあ、それがそのステージに立つと迫力とかを欠けてしまうかもなんですけど、なんか人間ってやっぱりまあ自分今年まあ36になるんですけど、どうしても年齢を重ねていくとこう衰えてはくるじゃないですか。でそこに対してトレーニングと食事管理でその衰えを逆行できるんであればこんな素晴らしいことないじゃないっていう、トレーニングを通じて、でそれを自分の体を作り上げて証明したい、俺こんなトレーニングやってこんなご飯食べてんだよって言ったってそんな、ね、みんな信用できないと思うんで、その体一つで、あのビルパン一枚でステージに立った時にこの放たれるオーラで、おーこいつすげえかっこいいっていうなんか体を目指したいかなっていうのを、まあそれは生涯かけてですけどね。じゃあまあ理想のこういう体っていうよりはそういうちょっとまあ漠然とはしてるけど、こうみんなが見てもかっこいいなっていう。そうですね、まあ、形はありますけどね、やっぱりその関節が締まってて筋肉のメリハリがあって凹凸があってとかいう。いやあれですか、もうあの、まあ、今いろんなカテゴリーがありますけど、はい、やっぱそこはボディービルなんですね。そうなんですよね。なんかそれでボディービルに挑戦したいです。なんかどう見られるのかなっていう、うん。結構今吉村選手だと言われないですか。言われます。例えばクラシックフィジークだとか、フィジークも言われますか。言われてましたね、言われてました。それはもうやっぱカテゴリーとしてはそこはもうあんまり興味はない。そうですね、ボディビルと、はい、あのクラシックフィジークに関してはそう世界選手権にもし行けるんであれば考えたんですよね、うん。でもそこでなんかそんな思いでそのカテゴリー変えても絶対通用しないと思って、うん、そんななんかですね、なんか熱量がないのに、うん、こっちのが向いてるとかなんかそんなノリじゃないかなっていう。確かにね、はい。なんか求めるとこはやっぱり理想の体っていうところですね。そうですね、そのジャンル、そのカテゴリーでどうしたいとかじゃなくて、じゃなくて、はい、自分の作り上げた体で日本選手権で挑戦したい、はい。で僕が2019年決勝に残って感じたのが、並び JBBF って身長順に並ぶじゃないですか、はいはい。でファイナリスト12名になった時にサイドが高梨さんと木澤さんなんですよね。であこの二方に挟まれた時に僕はどう映ってるのかなみたいな、まあ、タイプって違うじゃないですか。全然違いますね、はい、なんかそれもそのお客さんが見てて面白いところじゃないのかなっていう、うん。そうですね、はい、やっぱ島田選手の体はやっぱり一番こう日本選手権の中でもあの特徴もありますよね。あのいろんな特徴があるんですけど結構こう今までにない特徴かなっていうところですね。これでちょっと並びたいですね。じゃあもうあくまでやっぱボディービルで、ボディービルで競技としてはボディービルという、そうですね、カテゴリーで、はい。目標は、目標は日本一です。日本選手権優勝ですね。はい、そうですね。ここはもう計画で、な例えばいつまで見たとか、まあ一応ファイナリストになるまでは5年でってさっきね、はい、言われてましたけど、はい、優勝はいつまでにしたいとかっていう。遅くて来年だから僕あれ性格的に先延ばししちゃうともうだれちゃうんで、うん、やるときやるぞみたいな感じで、うん、はい、なるほど、はい、そうですね、すごいですね、来年、はい、かけたいですね、この2年というかもうあと1年ちょっと、まあね、あのその優勝に向けてこう新たにこう、はい、何かまあ、頭の中では何かこうちょっとねこ う,、うんうん、こうしてこうしようとかこうしたいなっていうのはまあ言わなくてもいいんですけど、はい、あるんですね。そうですね計画がね、はい、なるほど。強い60キロのスクワットが味方がありますからね、僕には60キロスクワットで楽しみですね今島田選手あれですね、仕事はパーソナルトレーナー。ああそうです、はい、あのゴールドジムの博多リバレーインで。博多リバレーインで、はい、これも一般のこう見てる方もあの、うん、リバレーインの方に依頼いただければ、はい、一元さんお断りする。いやいやいや、そんな全然誰でもウェルカムです。あ、本当ですか、はい、じゃあ皆さんぜひね、ぜひ、はい、機会があればリバレーインの方にあれですか、
あ、僕のインスタグラムで、あ、インスタのインスタグラムの方に DM を DM で、はい、いただいてます。概要欄にインスタグラム、あ、ありがとうございますんで、はい、DM がありがとうございます。来ます。本当。じゃあみんな一緒に60キロでスパッとしましょう。お客さんにこうやっぱ指導するとき何かこう、はい、気をつけてることとか自分のこだわりとか。そうですね。でも自分のこだわりをぶつけすぎないようにしてます。やっぱりそのまあ人間の解剖学的なところから見て、うん、動き正しい動きってあると思うんですけど、うん、やっぱりそのお客様の骨格だったり、うん、機能してる部位としてない場所ってあると思うんで、うん、そういうところをなるべく瞬時に見極めてアプローチしていけるようにっていう、なんでそのなんですかね、コミュニケーションじゃないですけど、まあ、例えばサイドレーズだったら肩の側面に効いてるのか僧帽筋に効いてるのか、まあ、どこに刺激が入ってるのかっていうのを聞いて、でその割合を肩だけに移すっていうような、うん、まあそのコミュニケーションを取りながらっていうアプローチはしてますね。今男性と女性はどんな感じですか、比率的には。男性が圧倒的ですよ。圧倒的なんですか、はいはい、女性だけ、女性しか見てないかと思って。いやいやいや違います。違います。はい、男性が女性のファンが多いんで。いやいや、男性。本当ですか。はい、男性が多いですね。男性って選手も多いですか。あ、でも3、あ、選手の方が少ない方です。あ、本当ですか。はい、じゃあまあ一般の男性が多いですか。そうですね、うん、まあ、今年大会出たいですとか出ようと思ってますって方はいるんですけ ど、 なるほど。そうですね、でも一般の方の方が多いですね。あ、本当ですか。はい、やっぱり福岡自体が多分選手がそんなにいないっていうのもあると思うんですよね。うん、うん、そうですね。活動のジムは、活動されてるジムはもうリバリーン、リバリーンだけですね。リバリーンだけ。はい、普段トレーニングもリバリーで、もうリバリーでやってます。はい、リバリー24時間。はい、24時間です。はい、パーソナルも24時間。いや、最初最初は始めた時は24時間行きますって言ってやる気見せてたんですよ。うん、今は朝10時から夜10時までやってる。短縮時間、はい、時短で、はい、ちょっと夜中寝たらいいかなみたいな。やってたんですか、夜中も。あ、ちょっとやってたんですか。予約もらったことないんですけど、はいはい、全然24時間対応しますよとは言ってました。そうですね、はい、コンビニパーソナルですみたいな感じで。なるほど、はい、あとはそうですね、活動されてる島田選手は、ウェアのブランドも、あ、洋服も、はい、これは、ご自身のブランドになるんですか。あ、そうですね、自分でデザインして、え、今着てる。あ、そうです、はい、こう上と下そうですけど。ブランド名は言っていいですか、これ。はい、もちろん。エンブロームっていう。エンブローム、はい。どういう由来なんですか。意味、まあ造語なんですけど、はい、造語なんですけど、意味は、まあ、未完成っていう意味をつけさせていただいて、はいはいはい、で、まあそのトレーニングしてる方たち向けに作った洋服でやって、はい、で、まあ、自分自身トレーニングしてる理由も、はい、まあ、自分が未完成、はい、まあ、心も体も未完成なんで、はい、トレーニングを通じて体と精神を鍛えたいっていうまでジムに行ってるんですけど、はい、で、この洋服もまあ、1枚だったら未完成なんで、はい、皆様が手に取って着ていただいて完成させてくださいっていう意味での未完成っていう意味でエンブロームっていう名前にしました。結構あれですね、大きいサイズ。あ、そうですね、ダボっとした感じですね。はい、あんまタイトな感じじゃないですね、ビルダーが好みそうな。あ、そうなんですよね、あの、うん、結構なんですかね、こだわり強くて、はい、結構ピタッてなってる服着ちゃうと、はい、なんかいやらしく見える。そうそう、僕もそうなんですよ、絶対ピタッとしたの着ないですね。はい、それでなんかなるべく筋肉隠れるような大きいやつ。あと、まあ、タンクトップとかあるんですけど、はいはいはい、まあ、こういう半袖はオーバーサイズのビッグシルエットのものにはしてますね。はい、もうあれですか、EC サイトみたいので。あ、そうですね、あのネット販売のみで、一応今自分のインスタグラムのプロフィール欄に URL は貼ってるんですけど。あ、そうなんですね、はい、じゃあこれもあの動画の概要欄にあって。 ありがとうございます、ありがとうございます。今ラインナップも結構あるんですか。あ、でも今7型、あ、違う、7型、9型ですね、洋服だけで。はい、ウェア、トップスと、パンツがまだ発売できたんですけど。あ、そうなんですか、まあ、はい、これ今でもパンツ。あ、これ、そうですね、サンプルなんですけど。あ、サンプルなんですか。はい、まあ、じゃあまあ、ゆくゆくは上で、はい、トップス、トップスが9、9です9、はい、9種類、9種類、あ、と帽子ですか、キャップ、はい、っていう感じでじゃあやらせてもらってます。動画のありがとうございます。まあ今年結構ゲストポーズも多いと思うんですけど、はい、今年はどこで島田選手を見られますかね。今年は
で8月8日に広島、広島、はい、で8月22が石川県、石川で8月29が大分県の九州、ミスター九州、はい、で出場予定の大会は9月11日の日本クラス別富山会、はい、と10月10日の日本選手権ですね。はい、忙しいですね。そうですかね、忙しい、はい、忙しいですね、はい、ゲストは楽しいですけど、やっぱりこう体をやっぱり出すので、セミナーとかと違ってこう、うん、独特のこうなんかこう準備とか、まあそうですね、ありますね、うん、なんかゲスト行くと一回大会に出たぐらい、僕なんか結構帰ってくると、あ、疲れます、月曜日からかなんかまた大会明けの月曜日みたいな感じになるんですよね。なんか体良くなる気がしますね、でも、うん、なんか大会も、ね、まあ、個人差だと思うんですけど、うん、自分は大会重ねていくごとに良くなってくるんで、それもゲストが終わったら、そうですね、うん、やっぱりゲストありがたいのが、ステージに立って照明が当たった状態が見れるじゃないですか。そうですね、はい、で、まあ、写真とかいただくと、あ、まだ甘いなとかで、うん、そういうのも分かりますし、ね、まあ、そうですね、はい、日焼けはまだあれですね、まあ、全く結構色白ですか、色白いんですかね、結構焼けますか、でも普通にランニングで、あ、焼けます、はい、うん、入りやすいですね、色は、はい、で抜けにくい、あ、そうなんですね、はい、結構色白ですよね、なるほど、谷がすぐに黒くなりますじゃあ、今年は、まあ、ゲストも、それから大会が2つと、はい、ということで、あと2年後に日本選手権来年日本選手権優勝を、ね、はい、目指して、目標で、はい、じゃあ最後に、はい、ファンの皆さんですね、ファンの皆様、それからこれからトレーニング、はい、まあ始めたての方も結構見てます、初心者の方とか、はい、なんかメッセージを、そうですね、これからトレーニング始める方ですね、まあ、思いのままに思いっきりトレーニングやってもらいたいかなと思いますね、うん、自分が思うままに突っ走ってもらいたいですね、うん、はい、でファンの皆様にはジュラシックチャンネルのグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますはい、以上で大丈夫です、え、そんなんでいいんですか、はい、自分に何の得もない、あ、いや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 、もう、はい、大丈夫です、はい、アパレル買ってください、アパレル、まあ、気が向いたらパーソナル、いやいやいや、パーソナル来てねって、いやいやいや、はい、いや僕言っちゃうんですよ、いや僕のパーソナル受けるんだったらサプリメント買った方がいいですよって言っちゃうんですよ、ね、いやそんなことないでしょ、いやいやいや、もう6000円プロテイン買ってくださいみたいな大丈夫です、ありがとうございます、はい、では今日はありがとうございました、ありがとうございます、お互い頑張りましょう、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。